大人になった君、どんなかな？黙って出ていく気なのか。お前こそ黙って見送るつもりじゃなかったのか。そんなの俺の勝手だろ。俺の答えもそれと同じだ。それでどうした息子、行かないでとでも止めるつもりか。そんなわけあるか。そうか、それは残念だな。心にもないことを。俺のせいなのか。思い上がるなよ。お前のせいなんかじゃない。俺が出ていくのは俺がミスをしたからだ。俺のせいで主人の家族を危険な目に遭わせた。執事を辞めるには十分な理由だろう。ミスか。そういえばずっと気になってたんだが、あの日俺たちがお嬢様をさらった日、なぜあんたはあの場にいなかったんだ。あんたの実力を知った今ならわかる。もしあの場にあんたがいれば、確実に俺たちの作戦は失敗してた。あの日、あんたはどこで何してたんだ。旦那様から聞いてはいないのか。俺からあいつにこんな話触れるかよ。もう殴られるのはゴリゴリだ。なるほど、それもそうだな。しんのすけ、そのペンダントどういうものか知ってるか。あ、発信機だろ。その様子だと聞いていないか。いいだろう、最後に教えてやる。いいか、そのペンダントはな、それはそうと、貴様の次の修行先が決まったぞ。今度はどこだ。聞いて驚け。次はなんと SAS だ。なんとか次の訓練にお前をねじ込んでやった。せいぜいしごかれてくるといいぞ。わかった、行ってくる。え、なんだ、今回は妙に素直だな。何かあったのか。別に。ああ、ちなみに SAS のついでにサビルローにある老舗仕立て屋にも弟子入りだからな。しっかり勉強してこい。は？ああ、服か。あとフィッシュ&チップス屋での修行もあるからな。楽しみにしておれよ。それは一体何の役に立つんだ。
黒江のやつが捕まったそうです。バカなやつね。しかしやつは我ら四大幹部の中でも一番の下っ端。いいだろう。ここは一つ3000万ドルの男と呼ばれた私の力をその裏切り者に見せてやることにしよう。ふん、これで奴らの命運は尽きたも当然ですな。そうだな。はい、そこまでです。三千万ドルの男が捕まったそうです。バカなやつめ。しかしやつは我ら四大幹部の中でも黒江の次の下っ端。いいだろう。ここは一つ鎌倉の狼と呼ばれた私の力をその裏切り者に見せてやることにしよう。これで奴らの命運は尽き。はい、そこまでです。あの鎌倉の狼が捕まったそうです。バカなやつめ。しかしやつは我ら四大幹部の中では私に次ぐ2番手。いいだろう。ここは人。はい、そこまでです。ちょっと待て。せめて通り名だけ言わせてくれ。興味ありません。先日から世界各地で相次いでいる犯罪組織の支部襲撃事件が今度はエジプトで発生した模様です。今回も襲撃後には最寄りの警察署へ気絶した大量の指名手配犯が送り届けられたとのことですが、やはり襲撃者は不明とされ、彼が有給休暇を申請してきた時は世界が終わるのかと思いましたが、どうやら続編フラグを降りに行くためだったようですね。危機を乗り越え結ばれた二人に第二の敵が迫る的な展開です。しかししんのすけさんも爪が甘い。彼が不在ということはつまりお嬢様をお守りする者もまた不在ということ。そう、今ならお嬢様の恥ずかしい写真を撮り放題なのですよ。ふはははは。はっ。ふん、危ないところでしたね。お嬢様、はしたないですよ。このようなことをされては。すみません、その本当のことを話せば心配をかけてしまうと思ったもので。申し訳ありません。大事なプリンセスをこんなに心配させてしまうとは。僕もまだまだ修行が足りませんね。僕もです。僕もこの1週間あなたのことを思わなかった日は一日もありませんでした。だからどうか許してもらえませんか。それはよかった。はい、ただいま京子。
ご心配なく、大した怪我はしていませんよ。謝らないでください、お嬢様。この傷は誰のせいでもないのですから。この傷は僕らのために負った傷です。だからお嬢様が謝る必要はありません。僕の方こそ心配してくれてありがとうございます、京子。ああ、さつきからしんのすけが戻ったと聞いてな。無事なようで何よりだ。報告が遅れて申し訳ありません。しかし、あの犯罪組織は壊滅させてきました。うん、ご苦労だったな。これで当面の心配事はなくなったわけだ。ふう、暑い暑い。まだ春なんですけどね。しんのすけさんは指切ってるだけであれなのに、何ですか、この心配度合いの違いは。くっ、スルーだと。でもそれも悪くない。本当に元気そうで何よりですね。うん、もう夕食時だな。ちょうどいい。今夜の食事はしんのすけの凱旋を祝して少し豪勢にしてみるか。おお、それはいい。お前の手料理以上のご馳走はないからな、しんのすけ。お前は疲れを流してくるといい。今日は特別に一番風呂も譲ってやろう。ありがとうございます。ではお言葉に甘えて。入浴中にトレーニングでお腹を減らしておきますよ。